だって絶対さ話す必要ないですね。ないけどここの未来は変わらなかった、ね、なんかそわそわしてるで。絶対ダメ、クロエがまた死ぬなんて。助けに行かなきゃ。あ、分かった。あのコンテストに出してるこの写真、あれ自分の写真どこやんの？上、上なの？自分の写真どこだ？この写真を見てごらん。え、自分の写真でリープするの？ギャラリーがよくこんな一等地借りれるな。私アート大好き。ほら頭いいな俺。すみません、君の作品のことを聞いてもいいかな？ごめんなさい。邪魔すんな。来た。頭がやばいんじゃないこれ。一体どうなってるの？現実が壊れてきてる。私が時空を歪めてる。この時間軸は完璧だったのに。でもアルカディアベイから離れたことが失敗だったんだ。一つの出来事さえ変えればサンフランシスコに行かずに済む。簡単だよ。出さなきゃいいんだ写真。破る。コンテストよりクロエの方が大事。ビクトリアになってんのかな。空港にタクシーだったの？何だろう、あの、あれ？あれ？ダメじゃん。捕まってたよ。え？嘘でしょ。そんな、またここなの？ほらやっぱそうじゃん。全部直したはずなのに。今何と言った？なんで？ジェファソンは刑務所にいるはず。まったく。授業中もよく上の空だったが、相変わらずだな。自撮りをするには今が絶好のチャンスかもしれないぞ。かつての自分から新たな自分へと生まれ変わる瞬間の記録さ。だがまずは質問に答えてもらおう。口が臭いんでしょ。死ねばいい。あんたなんか死ねばいい。なかなかいい答えだ。おや、鼻血が出ているね。薬の量が多すぎたかな。これは申し訳ない。だがどうせ死ぬんだ。鼻血ぐらいでいちいち騒ぐ必要もないだろう。なんだよ。ああ、ビクトリアなら旅立ったよ。まさか。何を驚くことがある？至極当然の結果じゃないか。マジで？そんな。おいおい、なんだ。あの写真破っただけでこんななっちゃうの？なんで？あれ、ここからタイムリープした時の写真ってあの写真だっけ？その投稿。違うよね。まるでシャッターのようだ。その瞳に僕の姿を焼き付けているんだね。しかしあの写真を破り捨てるとは、
あれほどの傑作ならコンテストで優勝できたのに。それと所持品は焼かせてもらったよ。ついやりすぎてしまった。日記を燃やすなんて。だからここに戻ってきたんだ。ここ数日の間に君は内気な少女からヒーローへと変貌した。破ったせいで肉まわされちゃったんだ。何が君をそうさせたのか。おっと、外はすごいことになってるぞ。本当、おかしな出来事ばかりだ。恐怖を感じているね。最後のセッションを君と共にできてとても光栄だ。今回のテーマが見る者に伝わることを祈るよ。そう、若さの喪失が。君に授業をするのもこれが最後になるんだね。もう鼻血を出すこともない。安心しなさい。お願いです、やめて、やめてください。じゃないと大変なことに。もういい、何も言わないで。お願いです、やめて。おい、どうすんだよ、写真もないし。大丈夫、これ動かせる。痛みすら感じないよ。うわ、何、誰が来たの。デビット。え、デビッド、そんな、デイビッド、デイビッド、巻き戻すんだ。文字を出すこともない。安心しなさい。待って、聞いて、最後に一つだけお願いしてもいいですか。いい表情だ。そんな顔で頼まれたら嫌とは言えないよ。音楽じゃね、ガタッと音しないじゃん。ガタッと音聞こえなくなるじゃん。ここら辺デビット来るのか。何？いやー、これトイッチで音が消えちゃうじゃないですか。デビット来るのか。なに？え？ダメだ。いやだ、そんな。ダメやんか。もう鼻血が出ちゃうぜ、もうこれ。文字を出すことも。照明を消してもらう？いや、なんかでもね、俺思ったんだけど、音楽とか照明とかっていかにもそれっぽいから。水をもらう。喉が焼けつくようで、水を飲ませてもらえませんか。いいとも、君は大切なモデルだ。もうね、なんか全然関係ないやつを選んどくとなんかあるよ、これ。触れんでしょこれ。なんかそのトレーに何かあんだろう。大丈夫、痛みすら感じないよ。何だろう。何？
危ない。何？なぜわかった？銃がなければお前など。エマソン、諦めろ。僕の邪魔をするんじゃない。え、なになになに。デイビッド・マドセン。ケビンが警察の真似事をするからこうなる。身の程知らずめ。ダメだ。もうお前諦めろ。ケーブルガン。邪魔をするんじゃない。あれ、ケーブルが触れねえんだよ。諦めろ。僕の邪魔をするんじゃない。ナイス。マックス、なんてことだ。怪我はしてないか。動けるか。ビクトリア死んだから。はい。ありがとうございます。助かった。ではいい。クロエも死んでるし。ここが分かったのもお前のおかげだ。え、どういうこと？まずはこいつを拘束しないとな。こいつだけは逃がすわけにいかん。刑務所にぶち込んでやる。よくて終身刑だろう。ジェファソン先生、今度はあなたが囚われる番です。クロエ、全部燃やされてる。私の写真まで。そうだ、ウォーレンが撮った写真を使えばいいんだ。ダメ、圏外だ。え？ジェファソン先生、悪いけどこの車もらいます。なんか終わりそうで終わらないよねこれね。まさかこれはスタジオか。今はただの哀れな人。あの、大丈夫ですか？ああ、だがこの部屋は異常だ。なんで分かった？ジェファソンは私を殺すつもりで、ビクトリアはもう。そんな、まさか。しかしこの野郎、怪しいとは思っていたが。全然気づかなかった。私は全然気づかなかった。教師を疑う生徒はいない。ジェファソンは先生なんかじゃない。結局授業も計画の一部だった。俺もてっきりケイトの件で容疑者をネイさんだけに絞ってしまった。それにケイトの自殺は俺の責任でもある。一生自分を責め続けるだろう。結局死んでんのかケイト。ケイトは確かに悩んでた。でも追い詰めたのはネイさんとジェファソンです。ネイさんが危険なのは分かっていた。俺がもっと早く行動していれば。ネイさんとジェファソンは親子みたいな関係だったんです。でもネイさんがレイチェルを殺しちゃって、ジェファソンはネイさんに全ての罪を着せようとした。黒幕はすぐ近くにいたのに。俺が気づいたさえいればジェファソンとネイさんの凶行を止められたはずだ。なんかヒントなんじゃない。ネイさんが銃を持ってたこと校長先生に言うべきだった。みんなが危険な目に遭ったのは私のせいだ。いやでも過去を悔やんでいるのはお前だけじゃない。だがまさかお前とクロエだけでここまでやるとは。俺にはできなかった。二人でよく頑張ったな。クロエ死んでるの知らないの。二人で協力してきたから。俺とは大違いだ。もともと人と協力するのが苦手でな。軍でもそれが問題になった。それはきっと辛いことがたくさんあったから。自分の振る舞いについて言い訳をするつもりはない。ベストを尽くしたつもりだったが力不足だった。
良い父親になろうとも努力した。だがジョイスに捨てられて全てを失った。え、捨てられたの？いや、それは変わってないんじゃない。ああ、そういうことか。あのホテル住まいになっちゃったから。私のせいで、そのごめんなさい。いや、自宅にカメラを設置した俺のせいだ。ファイルも処分すべきだった。おばさんには私が間違ってたって伝えます。おばさんもちゃんと分かってるはず。また言い訳のように聞こえるかもしれんが、戦場を経験した人間にとってその後の人生は苦しいものだ。誰も理解してくれなかったが、ジョイスだけが俺を救ってくれた。希望をくれたんだ。そして私はあなたに救われた。クロエもきっと喜んでくれるはず。俺はクロエに無事でいてほしいだけだ。信じるし。それとジョイスにはカウンセリングを受けると約束した。まずはクロエに謝るよ。パパとは呼んでくれなくても、せめてクソ親父はやめてもらえるように。で、クロエはどこだ？どうする？この感じはどうなの？いやー、なんか、でも本当のこと言うしかないと思うんだけどな。いずれ分かることだからな。分からないって言っとく？ねえ、とりあえず本当のこと言ってみよう。で、ダメだったら巻き戻すぞ。クロエは、クロエは死んじゃった。まさかそんな、そんなバカな。クロエが死んだ。マックス、本当なのか。勘違いじゃ。昨日の夜、廃品置き場で、私の目の前でジェファソンに殺されたの。昨日の夜。やばい、俺ジェファソン。俺がホテルの部屋で自分の愚かさを嘆いてる間に、必ず守ると約束したのに。やばいんじゃないこれ。ああ、ジョイス、俺を許してくれ。クロエに伝えたかったこともまだ。くそ、怒りがジェファソンに向いちゃうよこれ。貴様があの子を殺したのか。俺の大切な娘を。ほらほら、待って、ダメ。ね、まあそうなるわな、絶対。マックス、すまない。お前には見せたくなかったが。うわ、死んでるよ。ああ、俺はなんてことを。何もかも無駄だった。自殺しちゃうこのまま。クロエ、ジョイス、すまない。自殺しそうなんだけど。俺は何もできなかった。そんなことありません。そんなこと。マックス、外へ出ていなさい。もうこんなところにいちゃいけない。ほら、なんかでしょ。デイビッド、助けてくれて。音がするよ多分。ありがとう。また失ってしまった。まただ。今週だけで何人の死を見たかな。
今度はジェファソン。感覚が麻痺してる。もうさ、マックスが死んじゃうじゃん。巻き戻すか取り消すかしなきゃ。まだ巻き戻し切ってないの、なんだよ。巻き戻し切ってねえのかよ。スコット家が噛んでるな。あん。だがこの辺ジェファソンはそんな、しかし全然気づかなかったっていうね。私は教師ジェファソンは先俺もてっきり、それにケイトはた、ネイさんが、ネイさんとジェフ、長えな、そこ最後の選択だけでいいんだけど。ネイさんがジュ、過去を悔や、二人、俺とはお、それはきっと辛いことがたくさんあったから。ここの選択はやばいのかな。自分の振る舞いについて、みたいな話になっちゃうの。良い父親になろう。いや、おばさん、またいいよ。そして俺はクロエ。いや、でもその以前クロエ。で、クロエはどこだ。へえ、いや、本当のこと言わないだろ。クロエは、疲れたからちょっと一服するって言っていなくなった間に私だけさらわれたんです。だから無事ですよ。そうか、タバコに救われるとは皮肉だな。私ちょっと外の空気を吸ってくる。電話もしたいし。ああ、そうするといい。お前のように勇敢な子がクロエの親友で俺も嬉しい。さあ、いつまでもこんなところにいる必要ない。いや、これで良かったでしょ。このパソコンにどんな証拠が隠されているか。やばい、クロエの写真とか出てくるんだよ。デイビッドに事実を言うべきだったかな。家族だ。フランクは悪人じゃない。でも薬を提供した事実は変わらないよ。クロエ、あれ、これネックレスあるから、もう死なせない。こんなところにクロエのものを置いていけない。ジェファソン、ギャラリーなんか二度と行けないよ。本当だよ。異常だ。プレスコットのお金でセキュリティをさらに頑丈にしようとしてたんだ。こんな工作までして姉さんを。周りが作品を見る目も変わるだろうね。ってこと？ん？
これで貴様も終わりだ。きっと刑務所ではこんな音楽流れないだろうね。いい、もう安全なはずだけど、こんなことが起きたショックからまだ抜けられない。現実じゃないみたい。イカれた趣味にこれだけの機材を揃えて、まだ縛られた感触が嫌だ。思い出すのやめよう。うわ、全部燃やしてやりたい。こんなの見たくないよ。ただでは済まさん。見るだけで吐き気がする。あ、なんかブレスレットがまた落ちてるぞ。これ誰のブレスレット？ビクトリアのブレスレット。これでネイさんに罪を着せるつもりだったんだ。もう出ちゃっていい？これ、うん、これで貴様も終わりだ。でも黒い死んじゃってたら全然ダメじゃねえかよ、これ。助かった。本当に嵐が来たんだ。早くウォールに会わないと。探さなきゃ。やった。もしもし、ウォーレン？アックスだったのか。今どこだ？聞いて、昨日駐車場で写真を撮ったでしょ。あれまだ持ってる？持ってるけど、そんなにいい写真じゃないよ。それ、今必要なの。どこにいる？ツーホイールズダイナーで、ロイスさんと一緒に足止めされてる。こんな嵐、生まれて初めてだよ。すぐ行く。あ？何言ってんの？危ないからそこから動いちゃダメだ。雨も風も全く収まりそうにないし、さすがにちょっとヤバいかもしれないぞ、これ。分かってる。でも私が何とかするから、そこで待ってて。ちょっと。え、こいつね、車運転できる。これまで再三警告してきただろう。お前たちが自らの罪を試みないから、ついに神がお怒りになったのだ。なのになんで俺がこのラジオ局に閉じ込められなきゃならない。誰か早く助けろ。俺は税金を払ってるんだぞ。なんだそれ。一件の新しいメッセージがあります。昨夜午後9時。マックス、俺、ネイさんだ。最後にこれだけは伝えたくて。俺はレイジェルもケイトも傷つけるつもりはなかった。誰も傷つけたくなかったんだ。俺はみんなに利用されたんだ。許してくれ。俺はジェバさんに追われてる。もうおしまいだよ、マックス。次はお前だ。気をつけてくれ。遅いよこのメッセージ。すまなかった。大丈夫だよ。何？
竜巻来ちゃった。何どこも景色が違いすぎて全く分かんない。これか。あれだ。毎回このさ、ミリアンレトリーバーをうろうろしてる。ほら、アリサ、手をつかんで。うん、行くよ。毎回助けてもらえるのは、全くストーリーじゃなくて、ただのことだ。ありがとう、マックス。大丈夫。おかげさまでね。早く避難しよう。一人で行って、私は他の人を助けるから。結局さ、巻き戻すのが助ける必要ないんでしょ。回ってるの。あれ。助けて。ありがとうだ。大丈夫ですか？ああ、早く逃げねえと。どっかのバカが線路を壊さなきゃ、こんなクソみたいな街にいなかったのによ。もう行った方が。二度と帰ってくる。乗っていくか？いえ、友達を探してるので。そうか。しゃべな。
変なことになってる。ダメ、悲しくなる。でもさ、行くからとか言われてウォールにこんな高で待ってるのすごいからな。まず電源を入れればスプリンクラーが作動するはず。そんな、今ので感電して。あげたいけど、ショックで話もできなさそう。ん？コード触れる？いやだ、こんなとこで死ぬなんて。竜巻がこんなとこから見えるんだ。助けてあげたいけど、ショックで話もできなさそう。増えてたりします。お願い、動いてね。違うとこから入れる。で巻き戻す。これで終わりなのか。しっかりして、早くここから出ましょう。息ができない。知ってんじゃない。ああ、もうやめてくれ。ダイナーに行こう。ウォーレンの写真を手に入れなきゃ。
ね、ボル。怪物はここの住人だよ。もう俺道に待ってるよ、マックス。私が警告していれば、名前すら聞かずにごめんなさい。避難してください。繰り返します。これは訓練ではありません。食べ物に困ることはなさそうだけど。アルカディアベイおよび周辺地域に発令されています。緊急放送システムによる避難勧告。マックス、ここフランクもいいんじゃん。マックス、ああよかったよ、無事で。大丈夫だったかい？はい、おばさんたちはなんとか持ちこたえてるけど、竜巻をやり過ごせるかどうか。ベリー巡査や外の人たちはかわいそうに、さあ入って。私はこの人の手当てをしないと。ウォーレンが救急用品を集めてくれて。あまりないですが、これで全部です。ウォーレンは大丈夫？あれだけ前兆があったのにな。雪、日食、こんなの防ぎようがなかったよ。大バカだよ。予期すべきだった。いや、できねえだろ。みんなが無事で嬉しいけど、クロエを助けるにはウォーレンから写真をもらわなきゃ。はいはい、ごめんよ。泣き言言ってる場合で。また後で。こっちの人も手当てをしてあげないと。フランク、無事でよかった。お前もな。あとはレイチェルさえいてくれたら。で、俺が教えた情報は、レイチェルのこと何か分かったか？え？言ってダメだったら戻しちゃいいんじゃない？フランク、すごく言いにくいんだけど、レイチェルは、その、死んだの。おい、嘘だろ。そんなレイチェルが。ありえねえ。嘘だ。お前になんでわかるんだ。あなたに教えてもらった名前からある納屋を特定できた。そこはマーク・ジェファソン先生の秘密の撮影部屋で、彼は姉さんを利用して生徒たちの自由を奪い撮影してたの。姉さん、くそ、あんなイカれたガキ相手にするんじゃなかった。ポンピドゥさえ嫌ってた。お、なんだよそれ。見たのか、レイチェルを。なんて、うんでしょ。うん、フランク、私なんて言ったらいいか。姉さんがジェファソンに認められたくて殺してしまったの。シンはどうやって殺されたんだ？薬のオーバードース。薬を過剰摂取させて。薬、まさか俺があいつに売ったやつか。俺が殺したようなもんじゃねえか。なんてことを。そのジェファソンとかいう野郎はどこだ？捕まったよ。もう
ったんだ。レイチェル、なんて、彼女は俺の人生で唯一の救いだった。そりゃ俺には若すぎたし、いつかは終わると思ってた。でもこんな形はあんまりだ。夢を追う彼女を俺はずっと応援したかっただけなのに。クロエも同じだった。レイチェルもあなたを大切に思ってたよ。俺だけじゃないぞ。レイチェルにはクロエがいた。でも今はレイチェルの気持ちがわかる。クロエは大した玉だよ。俺に助けを求めてまでレイチェルを探そうとしたんだ。クロエが聞いたら喜ぶよ。いつだったか親父が言ってた。義とされて家に帰る。聖書の一節で正しいことをしろって意味だ。どうか、お前のおかげで少しはそうできそうな気がする。俺、誤解するなよ。お前を気に入ったわけじゃない。なんかこれで良かった感じ。嫌いでもね。なんか改心した感じになってる。マックス、マックス、これが私たちの最後だと思うかい。悪い、後にしてくれ。いい、このまま行っちゃう。マックス、こっちで話しましょう。フランクを休ませないとね。おばさん、大丈夫？ようやく一段落ついたと思ったらこれだよ。クロエは？さすがに言えないでしょ。クロエは大丈夫。クロエなら大丈夫。電池が切れる直前にメールを送ってきたの。よかった。今のロックですよ。ずっと気が気じゃなくて ね。こうしている間に今度はクロエが危ない目に遭うんじゃないかって。こんなことになってしまって。気にするのはよしな。この竜巻はあんたのせいじゃない。ううん、それだけじゃなくてデイビッドの件も。心配いらないよ。デイビッドは立派な大人だし、いろんな経験も積んでるんだ。そうは見えなくともね。ごめんなさい。私がデイビッドに余計なこと言わなければ。あんたは正しいことをしただけ。以前からデイビッドの監視好きは度が過ぎてるんじゃないかと思ってたけど、今は反省しているようだしね。ここにいてくれたらよかったのに。早く元の日常を取り戻したい。今週の出来事を振り返るとそう思うのも無理ないよ。怒涛の一週間。私は家庭崩壊の危機にも面してるけど、デイビッドを追い出したのは間違いだったのかね。彼にはおばさんが必要なんだよ。デイビッドは私をその嵐から救ってくれた。不器用だけどクロエのことも本当に心配してて。デイビッドにはおばさんが必要だよ。きっとおばさんだって。それはよかった。デイビッドは戦争の重荷を抱えているけど、本心から人を助けたいと思ってる。一緒にカウンセリングを受けることにも同意したしね。いろいろ考えたんだと思う。それだけおばさんとクロエのことを大切に思ってるんだね。デイビッドとクロエが仲良くしてくれたらそれ以上に嬉しいことはないよ。でももうどうしたらいいのか。早く嵐が収まってほしいよ。この町を離れてやり直した方がいいのかもね。デイビッドは本物のヒーローだよ。彼はおばさんを幸せにしたいだけ。だからおばさんとクロエのためなら何でもするはず。そうだね。それに彼はウィリアムじゃない。出会った頃を思い出すよ。あの頃私は人生を諦めかけてた。でもあの人の愛が力をくれたんだ。私を必要としてくれた。やっぱりあの人を思う気持ちは変わらないよ。よかったよかった。帰ってきてほしい。早くそう伝えたいね。頼むから無事でいてクロエ。お願いだから。
こんな時にあれだけど、本当に会えて嬉しいよ。無事で本当によかった。姉さんをぶっ飛ばしたぐらいだからきっと大丈夫だとは思ってたけど、もっと早くああしときゃよかったよ。それにしてもさ、写真一枚のためによくこんな嵐の中来たよね。別に俺を助けに来たってわけじゃないだろう。私はみんなを助けに来たの。あの写真持ってるよね。その前にいいから聞いて。何があったんだ。前に駐車場でもはぐらかされたけど。ちゃんと話すよ。でも詳しい説明は抜き、私のこと信じてくれる？当たり前だろ。サクッと頼むぜ。ジェファソンの授業中、竜巻でこの町が壊滅する夢を見たの。そしてトイレに行ったら、目の前で親友のクロエが姉さんに撃たれた。ここまではいい？もちろん。いいのかよ。続けて。その時時間を巻き戻せることに気づいた。その後いろいろあってジェファソンが危険だったことが分かった。そんな。それで？思うにこの嵐は、全ては私が時間を巻き戻す力を得た時に始まったの。偶然なんてことはありえないよね。嵐だけじゃないよ。日食、鳥、クジラ、何もかもだ。そんな、全て私のせいなの？なんちゃって科学者の意見だけど、これはきっと因果関係に基づくカオス理論的現象なんだと思う。分かんない、分かんない。それでジェファソンは、もしかしてあいつに何かされた？ジェファソンは姉さんを利用して薬とお金を手に入れてたの。私もジェファソンに捕まって縛られて、薬の力で無理やり写真を撮られた。最低だよ。マックス、すごく大変な思いをしたんだな。君は誰よりも勇敢だよ。俺、あのクソ野郎ぶっ殺してやる。奴は今どこだ？捕まった。でも過ちを直すにはジェファソンも元に戻さないとダメかな。全ての作用には反作用がある。時間を巻き戻したり変えたりしたことで連鎖反応が生じたのかもしれない。環境にも。信じてくれる？こんな話まともじゃないよね。でも今頼れるのはあなただけなの。もっと時間があればよかったけど、信じてくれる？信じるに決まってるだろう。マックスのこと尊敬してるんだ。だから君にも俺を信じてほしい。何？もちろん。でも力のことはまだ何も分かってない。魔法なのか何なのか。魔法だろうがワームホールだろうが何か大きいものの一部さ。科学で全てを説明できると思ってたけど、結局俺は何も知らなかっただけだ。私もだよ、ウォーレン。君の存在には理由がある。それを見つけることができるのは君だけだよ、マックス。俺には正直何がどうなってるのかさっぱりだけど、君なら必ず何とかしてくれるって信じてるから。そう、なんかマックスは本当にすごいよ。しかしこんな歴史的瞬間に立ち会えるとは。しかも君と一緒に。話してくれてありがとう。私こそいつもありがとう。ようやく写真かよ、マックス。これが私たちの最後だと思うかい？ウォーレン、さすが。これで足りるといいけど。フォーカスしちゃうの？マックス、気をつけてな。キスする？どうする？いや、まあでもウォーレンじゃないよね。ちょっとマックスはウォーレンのこと別に好きじゃないよね。いや、するとしてもハグだな。だよな。
その前にハグしてもいいかな。もちろん。ほら、みっともなく引き止める前に言ってくれ。みっともなくなんかない。尊敬してるから。私これからは正しい選択をしてみせるよ、絶対に。それでこそヒーローだ。竜巻が止まる要素がゼロなんだけど、どうすんのこれ。セックスパーティーの前だよ。バカバカしい。行くぞマックス。クロエ、よかったよ。おい、どうしたんだよ。一緒にいるのが嬉しくて。なんか俺邪魔っぽいね。まあいいや。それじゃ、私も嬉しいけど、今はネイさんを探してレイチェルの敵を撃つんだろ。早く行くぞクロエ。待って、歩きながら話せよ。いいから止まってよ。たく、なんだよ。会場に入っちゃダメ。入るとクロエが死んじゃうから。巻き戻したんだな。どうせヘマしたんだろ。違うって。そもそもマックスがちゃんとサポートすれば姉さんに殺されずに済むはずだろ。姉さんじゃないの、犯人はマーク・ジェファソンなんだって。って、あの美術の先生が何言ってんだよ。姉さんだって証拠があるだろ。早くしないとまた誰かが餌食になる。行くよ。まだ言う、こいつ。姉さんはもう死んでる。姉さんはもう死んでる。クロエも危ないの。姉さんが、なんでわかんだよ。そこにいたから。何があったんだ、全部話してくれ。どれ、私ジェファソンに薬を注射されて地下室に閉じ込められたの。ひどい目にあったけど、なんとかここに戻ってきた。もう二度とクロエを死なせるわけにはいかないから。クロエだけは絶対に守るから。マジかよ。悪い、私のせいだ。私が巻き込んだから。マックスはそんな怖い目に遭わせた。ジェファソンの野郎、お前そっちかよ。絶対に殺してやる。だからそれがダメなの。ダメなの。失敗するたびにやり直したって結局はうまくいかない。今回もやり直せばきっとまた何か悪いことが起きる。何度未来を作り変えてもひどい結果にしかならなかったの。未来を作り変えた、それ何の話だよ。もう全部言うぜ、うん、クロエ、本当のことを話すね。私クロエの過去を変えたの。そしたらすごく辛い選択を迫られることになって。そのマックス、ちゃんと話してくれ。怒らないから。私クロエのお父さんが死んじゃった日に戻って事故を防いだの。でもその代わりにクロエが交通事故に遭って。パパに会ったのか。世界のクロエは首から下が動かせなくなって、もう長くは生きられない状態で、私に頼むから死なせてくれって。でも私にはできなかったよ。だからこの時間軸に戻ってきたの。もう一度元気なクロエに会いたかったから。私がそんなことを。
それはきつかったな。その悪かったよ。ううん、あっちのクロエの方がよっぽどきつかったよ。私はそんなの予想もしてなくて、最悪の結果を招いてしまって、もうクロエに辛い思いをさせたくないのに。わかってる。私だってそんな状況になったらどうしていいかわかんないよ。でもこうして元に戻れたら。いやうん、だから一緒に来て。これからもずっと一緒にいられるように。わかったよ。でもジェファソンを野放しにしていいのか。大丈夫、デイビッドに話せばジェファソンを捕まえてくれるよね。クソ親父、なんであんなやつ信用すんだよ。せっかく家から追い出したのに。言えよ。デイビッドは命の恩人だから。デイビッドは命の恩人だよ。デイビッドが暗室に来なかったら私死んでた。マジかよ。本当なら私が行くべきだったけど、クソ親父が助けてくれたのか。でどうすればいいんだ。デイビッドに全部話すの。ビクトリアが危ないってことも。それだよそれ。分かった、信じる。だって私は何があってもマックスの親友だからな。そうだよ。だからよく聞いて。もうすぐ私はこの記憶をなくしちゃう。私たちはクロエの部屋で待機して、それからデイビッドに全部話すの。あとはデイビッドが何とかするはず。代わりにデイビッド、今言ったことを後で全部私に伝えて。写真を使って時空を超えたって言えば分かるから。信じるかな。クロエを疑うわけないよ。どういうこと、どういうこと。じゃあその私に伝えててどこまで捕まってんじゃ。捕まってんじゃん。え、何、どこまで。クロエ、おっと戻ってきたか。それで時間旅行はどうだった。クロエ、よかった、生きてた。私もクロエもどうしても生き返ってほしくて、私すごく頑張ったの。本当によかった。ずっと一緒にいるって決めたからな。今な、何日なのか。でもマックスは私を救うためだけにたくさんの時空を飛び回ってくれた。これでよかったの。迷惑ばっかりで私のこと嫌になったりしないか。むしろ迷惑なのは私と私の力だよ。この街に起きてること全てがきっと私のせいで。疫病神だよ。違う、時空をかけるスーパーヒーローだ。そんな奴と親友だなんて、私は世界一の幸せ者だよ。望んでその力を手に入れたわけじゃないのに、それを私のために使ってくれた。でも心のどこかで望んでたのか。普通じゃない人生を送りたい、冒険したいって。でもね、でもクロエと一緒じゃなきゃ嫌だったの。だからこの力もクロエのおかげなんだよ。科学的な説明とかそういうのよくわかんないけどさ、今二人でここにいることは偶然なんかじゃない。レイチェルもどこかで見守ってるはず。そう思いたい。うん、きっとそうだよ。レイチェルに感謝しないと。それで何があったの覚えてるんでしょ。パーティーの後二人で私ん家に戻ったんだ。ジェファソンに見つからないように。でも嵐がひどくなってマックスが東大に避難しようって。でもクロエ、こっちに向かってるよ。すごい竜巻。あ、もうどうしたらいいかわかんない。全部私のせいなのに。やめろ、自分を責めるなって。え、どうすんのこれ。十分やったよ。
て大きさが。すげえ投げた。レイチェルの怒りなのか、それとも私たちも。見ろ、灯台は進路から外れてる。暗い。また鼻血が？あ、もうダメじゃん。どうした？アルフレッド・ヒッチコックは映画を時間の断片だと考えた。授業に戻ってる。どういうこと？写真は被写体の喜怒哀楽を切り取る。またこの講義を聞かなきゃいけないの？もううんざり。では人物の内面をモノクロ写真で完璧に捉えた写真。もしかして時間のループから抜け出せなくなってる。わかる人？誰か？ダイアン・アーバスです。パニックっちゃダメ。一旦落ち着いて。アーバスの作品に捕らえられた失意の人々の目には危機迫るものがあります。アーバスは人間を見ているの。何？なんで誰も気にしてないの？何？騒がない。例えば鳥がバチバチ当たってる。誰かを暗い部屋に座らせれば絶望のシーンに向き合う。何？みんな消えた。これも私が時間を歪めたから。もうわけがわかんない。いや本当わけわかんねえんだけど。ねえ、どうなっちゃったの？なんでこれが。ケイト、ごめんね。何これ。残念、まだ生きてるよ。どういうことこれ。何これ、ひどい。なんかちょっと何これ、どうなっちゃった。灯台折れてます。どういうこと。レイチェルを見つけた時の写真。もうコンテストなんて興味もないよ。日常凡人コンテストってもう何もないよね。マックス・コールフィールド、待ちなさい。コンテストの課題はどうした。さて、この先ずっと僕の暗室で過ごさないかい。君の無垢は僕の感性を刺激する。お互いにとってとても幸せなことだと思うんだ。僕が取れば自撮りも必要なくなる。私がこんなこと言うわけない。何なのこれ。どういうこと。巻き戻せんの。巻き戻せない。私たちの暗室。私たちだけの暗室ですね。外は嵐でもあそこなら少しも怖くない。僕が君の姿を何度でも捉えてあげよう。一生僕のモデルでいるといい。死ぬまでね。闇の中で幸福を貪ろう。いつまでも無垢な君でいてくれ。レイチェルやクロエのように汚れてもらっては困る。
こんなのありえない、現実じゃないよ。何なのこれ、なんで学校の教室出たらいきなり寮なのこれ。ケイト、私を止めてくれなかったの？あなただけは信じてたのに。結局味方なんかじゃなかった。もう天国には行けない。あなたのせいで私は地獄を一人でさまようの。違う、私はケイトを救いたかったのに。PT みたいになってんだけど、いやマップ見てとりあえず行くしかないよ。下がれる、どうぞ気になさらないで。場合の紙を盗みに来ただけ。え、から抜け出せない、どうにかしなきゃ。人生をやり直したくなったんだが、私に黙って言ってはずない。
一体何があったの？いなくなる前、運命の人と出会った。何これ。どうなっちゃったの？鍵もなくなっちゃったし。それ分かってんだよ。一個ずつまた行く？ないよ。言っただろ、もらったんだよ。あれ？ちょっとね。刺身屋なんだけど、この服いくらしかしたら分かってるの？なんかあるかな、こっちの方に。ないね。ビクトリアの部屋どこだよ。そうですね。何かあったら聞きますよ、ゼファー先生。サミュエル、これマックスの部屋どれだっけ？こっちか、ここだ。違う。ネットモトレデギハウスカムフニロードムスティハラブシルメリジニアサダシカシティハウスカレムリシシアウセマノウスオイルイチオイアネガスコミシャシイヌシトイリスカジェカレロスハウシティラシナカバトンハイカンシュッティカシェッタラメドアホラニロキュッとしてイネリオ声が逆戻しになってるネットモトレデギハウスカムはい、今日はここまで。疲れたね。アシュレットの引き出したレンマウトの腹が7ミロです。何言ってんのか全く分かんないんだ。これ動かないんだけど俺。なんだよ、もう1時間半以上やってるからもう疲れたね。こう全くオープニングのところだな。されてますよ。もう終わりだよ。もうちょっと一回休憩、また後でやるから。